はい、津波通信社の右田です。スイーツ工房リビエールさんに来ております。店内の様子はこんな感じということで、今離脱されているものが、出てますね。父の日が近いということで、父の日お父さんありがとうということで、こちらの商品が展開されております。もちろん、ショーケースにはこのように、ずらーっとスイーツが並んでいるわけですね。そして先日の熊本震災でもありました熊本県産のスイーツもこちらに出ております。ぜひ皆さん食べに買いにいらっしゃってみてください。スイーツ工房リビエールさんでした。